ちょっと何この歓迎会、ちょっといて。あ、ここから降りられる。あ、ハーケンが必要なの。やってんな。ハーケンってどうやって作る。ハーケン、ハーケン、甲殻類の殻、甲殻類の殻か。あなた甲殻類ですよね。え、なんかこいつ甲殻類じゃねえ気がすんだよな。いた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 。あ、びっくりした。あ、なんだ、朝か。お前ら。嬉しいよ。また君に会いたい。お前、こんなとこ来てたの？すげえな。さすが。ここまで潜ってくるとは。その年でおめえ、なかなかやるな。いや、もう帰りたい。正直言って。そうだね。この子は白笛を目指しているんだよ。いや、白笛無理だよ、これ。白笛ですか？まあ、探掘家なら憧れますがね。お前と一緒だからね、笛の色。目指してると言いや目指してますからね。なんかついで感がある、ね。君は私の命の恩人だし、とても期待しているんだよ。頼む、一緒に帰ろう。少しでも君の役に立てるようにこれを渡しておこう。違う違う違う。一緒に。一番が彼氏。金まま金さえあったら私はいいと思ってない？それでは失礼するよ。違うよ、違う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 。はい。わけわかめなんだけど。気前がいいね。大富豪にとっちゃはした金なんだろうけどよ。金もらってもしょうがないって。飯くれよ、飯。どうしてこんな深くまで潜ってるのかだと。本当だよ。しょうがねえだろ、依頼主の要望なんだからよ。まあ、あいつの願望なら仕方ないな。無理だったらすぐに引き返すと言ってはあるんだが。一緒に帰ろう、頼むから。今のところなんとかなっちまってるからな。頼む、俺も同行させてくれ。確かに探掘家としての知識もねえし、素人には違いないんだが、体の動きは大したもんなんだ。あいつ毒から回復した後すぐ動いてるからね。依頼主の気が済むまで付き合うしかねえさ。この人も大変だな。じゃなくてさ、一緒に帰ろう。痛えし。これでクエストは調査しよう。変わってねえ。何この地獄。俺が舐めたわ。第3層は地獄です。みんな来ない方がいいよ。あ、風邪ひいちゃうよ。こんな防寒のさやつがさ濡れたらもうそれは風邪ひくでしょ。なんかこの先いっぱいあんだよな。希望がちょっと見えてきた気がする。はい、何ですかここは。はい、嫌な感じのする揺れだった。もう先に進むのは慎重だった方が良さそうだ。でもハーケンが結局ないから。え、溶岩、溶岩だらけじゃん。なんかハーケンないといけない感じ。まさかここまで来て。あ、マジくせえ。まあでもあれだ、結局分かったことがある。ハーケンはいる。おります、おります、おります。ちょっとけ、おります。ううう、なんて恐ろしいんだこれ。あのマドカジャクっていう鳥なんとかなんねえかな。よいしょ、よーし。ただなあ、あいついいんだよな。聞いた話だとさ、なんかこういう生肉を投げるとそっちに向かってくれるはずなんだけど、なんか全然向かってくんないんだよね。ほい、どうだ、ガムシじゃない。ダメだな、自分で行くしかない。己で、己の足で切り開きます。なんか栄養に BGM がかっこいいっていうね。よいしょ。あー、怖い怖い。ここでまた先に進めるといいんだけどな。え、なんか岩転がってんだけど。あんなの当たったらひとたまりも。誰だよこの定期的に岩流してるやつ。絶対誰かが意図して投げてるとしか思えないんだけど。なんかいけそうだな。あ、はい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 。おお、はいはい。なんか岩が落ちてきそう。危ない。どうすんのこっから。あれだからね、ゆで卵搭載してるからね。
ゆで卵が重量的にもねすげえベストで、今後の食料はゆで卵になりました。そしてね50個持ち歩いてるというしばらくこれ食料には困らないでしょう。早く黒笛になりてえな。そう、分かったことがあって、このファストトラベル、まあ今はできないんだけど、ファストトラベルがね酸素をできるのが黒笛になってからなんだよねっていうのをね知りまして、まあちょっとねさすが鬼畜ゲームって感じだよ。言うて 6000m だからね今。何何今度は何すか、嫌な感じのスリルだった。まあ、ロープとか足りなくなったら一旦帰るんだけどさ、ロープ5本、ハーケンもね持ってきたんだよね、必要になるから。あそこにびっくりマークあるけど、いけねえだろこれ。何これ、下溶岩地帯じゃんこれ当たろう。はい、ちょっとここで地震はまずいっすよ。え、誰お前、モンスターかな。この狭いところで通ってきたルートは今の崩落で捨てられてしまったようだ。救助来るまでの暑さに耐え抜き生き残るしかない。は、いやまずいよいやだってさ、俺今着てるのさ防寒防寒上着だからね。ちょっと今一番適切ではないからね。参ったな。何これ、山回し、火種、岩豆、岩なめ何を言ってるんだ、何岩なめって。あなたも私の生贄になるのよ。よし、倒したよ。お前か、ジルワさん。こんなところで足止めを食っていたのか。いやそうだよ、崩落した道の瓦礫なら俺がどけておいた、通れるようになっているぞ。ありがとうございます。お前に代わってもらったが、まだ依頼終了の報告がなかったんでな。え、そんなこと変わってたっけ。あ、変わってた。期日に間に合わせるために自分でやってきたというわけじゃあなんで頼んだんだ。それで生態調査の方は済ませてあるのか。ごめん、済ませてないわ。ごめんね。そうかかわいそう、ごめんね。仕方がない、二人で手分けして生態調査を行うぞ。ありがてー。わ、かわいいニッコリが笑顔。ここからジローさん一緒に行くのかな。なんとか終わったな。え、一瞬とはいえ期日がギリギリだ。俺はこのまま地上に戻る。一緒に帰りたいな。お前のやるべき仕事はこれで終わりだ、あとは好きにしていい。ありがとうございます。一緒に帰りません。灼熱のサバイバルシャレになってないよ。あれ、一緒に帰ら、帰れないひどいねここの人たちいつもそうなんだよ、いつもね我先にと帰るんだよな。とりあえずこの深海山荘のメインクエストをやりたいな。こういうメインストーリー終わったらなんかワープで帰らせてくれる慈悲がたまにあるから、その慈悲が今回適用されるかは分かんないけど。お、いけるようになってる。これ何、凍ってんの、すげえ。何これ、何かトリコのセンチュリースープみたいになってる。どういうことだってばよ。下か、下行ったらこれ帰れなくない。あ、帰れるわ。よいしょ、おー、すげえ。よくこんな溶岩と氷が、え、何このバトルフィールドみたいなちょっと行きたくねえ、これすごい行きたくない。よし、なんかいかにもバトルっぽいけど、うわー、お前か。しかも浮いてる。どうすんのこれ。あ、ちょっと待てなんか今変な技を、ちょっと一応包帯にしとくね。おおおおおおお
こんなん勝てる気しねえよ。届かんしね。まさか弓矢しか攻撃食らわないとか勘弁してよ。もしくはあれかな、干渉機の下に行って攻撃、こいつに攻撃当てるとかかな、こいつが放ってくる炎攻撃を当てるとか。はい、全然違うかもしれん。何も食らってねえ。あ、一発当たった。一発だけ。あれだ、最後のフリー攻撃だけ当たるわ。なんて鬼畜。とりあえずあれだな、この攻撃をかわしてこの振り押しだけぶち当てるっていう。あ、でもなんかいけそう。一発ずつ当てればいけそうなんだよな。ほら、やったー。おいおい、ボロい機械だな。ただやっぱ、これやばいやつ、これ氷溶けて落下するやつじゃないか。わあ、大きな穴が開いちゃって、これ4層いける感じもしかして。あ、深海酸素調査しよう。やった、4層調査しよう。畳みかけるね。ちょっと